赤市市立赤市商業高等学校は、兵庫県赤市市、魚住町長坂寺に所在する、市立の商業高等学校である。赤市市が設置する唯一の高等学校で、略称は、名称。商業科の1年生は、全員が、共通科目を履修するが、2から3年生は2017年度入学生より、キャリアアアップコーストータルマネジメントコース。 スポーツ科学コースの3つのコースに分かれる。63回生までのスポーツ科学類型は、類型を選んだ場合は類型の生徒が1つのクラスに所属して学習していたが、64回生の生徒に希望を募ったところ、希望者が少なくかつ女子が数名しか希望しなかったので、2組から7組に商業化ビジネス類型キャリアアップコース。 商業化ビジネス類型トータルマネジメントコースの生徒と一緒にほぼ成績を均等にしてクラス編成をした。スポーツ科学コースは卓球、バレーボール、野球、ソフトボール、陸上競技、サッカーの各クラブ加入者のみ選ぶことができる。類型コースを超えた選択科目の充実を図り、就職、4年生大学、 短期大学等への進学も実現できる体制をとっている。国際会計科を2009年4月に新設。この学科は、グローバル化する社会の技術進歩と情報化に対応し、会計と英語の専門性を高めた学科である。会計、情報、英語の3つの分野を学習の柱に、全小母期検定1級、日小母期検定2級を取得し、3年生では、 国際会計検定コースと、勝利コースに分かれる。タコバス、選抜高校野球、初、出場赤師匠が8強エース吉高が、東方寒風毎日新聞。毎日新聞。 https://mwinichi.jp/shen/articles/20160326/k00/002/050/269000C2018 k o、e、年7月31日閲覧。赤師匠、確率野球で100回目の夏の頂点狙う、西標語から、 夏の地方大会、日刊スポーツ。nikkansports.com。https コロンスラッシュスラッシュ www.nikkansports.com スラッシュベースボールスラッシュハイスクールスラッシュニューススラッシュ 20180728000386.html2018 年7月29日閲覧 赤師匠、初四強。木田が、史上初同一試合で、戦闘団サヨナラ団、選抜。サンスポー、コム、2019年4月2日閲覧。赤師匠、春夏連続ベスト4進出兵庫の公立校67年ぶり。全国高校野球19年夏の甲子園、兵庫の高校野球。 神戸新聞ネクスト、2019年8月22日閲覧。英検で生徒がカンニング監督教員規定より少なく評語。赤市商業高校産経新聞2018年3月1日。ありがとうございます。